ばんは。今日は手持ち配信だから近め。仕事しながら聞いてるって怒られない？大丈夫そう？こんばんは。ヤッホー、土曜日学校だった教室やったよ。最高最高案件。昨日はありがとうね。本当に昨日いっぱいみんなと話してきて、もう本当ね、ずっとモーメントのコメントも見て、そう見てました。ずっとヤッホー、さっき仕事あったお疲れ様。本当にうん、ああ書いた書いてくれてありがとう。かわいいよだってありがとう。モーメントお昼、そうなの。お昼にね、あれはなんかなんか適当に撮ったらめっちゃ幼くなって、なんか幼いから適当だったんだけど、モーメントに載せようかなってなって、さ、なんかめっちゃ幼かった。なんか謎に、どうして一回会いに来たよって、ぜひ地元戻ってきたよだって。ありがとう。本当に昨日はいっぱい話してきて、うん、こんばんは。でもね、私なんかね、両耳いつもかけるんだよ。だからさ、前髪がなんか昨日からなんかさ巻きすぎなんだよね。今日もなんか切ってないのに短いいや、モーメント可愛かったよだって。ありがとう。2日間たくさんありがとう。こちらこそ本当にマジで楽しかった2日間。今週オンラインよろしくね。なんか前髪かも。なんかちょっと短いよね。でもなんかさ長いんだよね。なんか伸びた。逆にいいのかな。でもなんか結んでないからね、こう結ぶとやばい、上がる。レマセだった友達から話聞いてニヤニヤして、そうなの。今日昼のモーメントコメント見てるよ。めっちゃすごい。なんかさ、モーメント今日とかも見てたんだけどさ、コメントでコメントをね、24時間で消えちゃうからさ、見てたらなんか本当にさ、なんかいろんなさ場所とかから会いに来てくれてたっていうのを改めて感じて、そうめっちゃ嬉しかったし、なんかお仕事とか今日頑張るよみたいなコメントを見て、上目遣いはさ、やっぱそうなのかな。こうするとさ、なんかなんかモーメントさ曲とありがとう。今日早いでしょ。昨日の余韻抜けなすぎてね、本当にそう、昨日話してたんだよっていう感じ、もう信じられん。あっという間だった本当に。2日間仕事終わりました。お疲れ様。本当に今日も、今日からさまたね、お仕事の方絶対多かったから。ヤッホー、かわいいね。あっという間の2日間。コメント夜送っても見てるよ。そう、嬉しかった。マジ全部めっちゃね、モーメント結構コメントさ、長文で送ってくれたりみんなしてくれて、そう全部見てるよ。レナタンハートありがとう。うん、これから夜勤、頑張れ。声聞いたら眠くなってきた。なんかね、わかる、なんか突然の睡魔に襲われ。ね、緑茶あれポストしてくれてたよね。ね、嬉しかった。で、なんかりさん、一時見てなかったんだけどさ、そんなにさめっちゃ見てくれてんだね。MV、 お姫様の MV、 やばい、びっくりしちゃ
290万回再生やばくない？ちょっとポストしよう、とポストとストーリーとか。今日も仕事頑張れた、偉いよ、お疲れ様、本当に今日もたけびあたりがとう。うん、しかもキリがいい、めっちゃ久しぶりに配信見たって、はーちゃんありがとう、この時間、そう早めの時間見てくれて。姫様のベベベかわいい、起きたら嬉しい、本当にやばくない、そんなに。なんかカップリングのさ、本当に曲も MV がこうやってあって、こんなたくさん見てくれてる、みんなジムで走りながら見てる、えら、走ってるの今、えらー、えらすぎ、初見です、行かないじゃない、夢未来でめっちゃ可愛かったです、え、ありがとう、見てくれたの、こんばんは、え、中尾ちゃんに会えるみたいで、冬ね、そうだよね、少ないよね、ちょっと、うん、こんばんは、今年300、え、でもさ、あと10万回再生だよ、結構なかなか歩くない、でも嬉しかった、めっちゃこんなにも聞いてくれて、そうねえ、ヤッホーびっくりでしょ、ありがとう、リサーチに合わせたらいつかついてくれて嬉しい、よろしくね、待ってるよ、いつでも、ありがとう、いっぱい見てくれるのか MV、 ほんと嬉しかった、びっくりっていうか、そんなにね見てくれてたんだ、そらはた、ありがとう、うん、配信ありがとう、残り仕事頑張れる、やばい、頑張れ、うん、今日の朝は食事さ、やばい、懐かしくない、なんかさ、え、め、結構もう経ったよね、時懐かしすぎるね、300万回再生になったらどうする、やばい、うん、ともかはた、ありがとう、アップがかわいい、近め、結構近め、アーモンドありがとうね、昨日もほんといっぱい話してきて、シー君もありがとう、次のタイム始めてしよう、絶対絶対に、しこりさん楽しい、確かに最近お出かけしてないな、うん、お出かけしてない、お出かけしたいな、来週オンラインで、はじめましてでした、ってゆうくんよろしくね、はじめましてしよう、うん、今日は徹夜で課題頑張る、徹夜なの、大変だ、それは絶対に糖分を摂取した方がいいよ、絶対にね、絶対にね、こちらこそありがとう、ありがとう、そう、アンリサね、アンダがストーリーのしてくれてた、うん、初見さんいっぱいありがとう、18枚目タイムいく、18枚目ね、またいっぱい応募があったらぜひ遊びに来てね、対面とかまたもしあったら、今日うちでもつ鍋最高だね、もつ鍋大好き、うん、今日から少し遅めの夏休みだったよ、え、いいじゃん、何するんですか夏休み、お、少し遅めの夏休みいいね、なんかさ、みんながさ休みの時もいいけどさ、なんかちょっとずれてるといいよね、ちょっと、こんばんは、北海道帰ったら寒くて凍える、ねえやばいよね、ちょっと本当に気温差
気温差やばい。今日配信早めだよ。うん、そう、今日手持ちやからちょっとなんか近めか。4連休いいね。めっちゃ意外といろいろできそう。なんかゆっくりもできるし、なんかお出かけも行けそう。うん、年の時はき、え、絶対なってそうだよ。え、なんかさ、今週のさ、いつだっけな、なんか11日か、なんか一回なんかね19度とかある。寒くない？ちょっと急にそういうとこよ、風邪ひいちゃう。やだよ、絶対風邪はひきたくない。え、そうなの？え、って思いきや次はまた30度とか。30度はないか、もう25度とか。ラ、え、ワインレッド気になる。タイムリーニット、え、そう、なんかさ、タイムの日はちょっと微妙に暑かったよね。ちょっとムシムシしてました。湿度高め。そう、気温差激しいとね、とんでもない。もうなんか対応に困っちゃう。雨は嫌ですね、やっぱ湿気もうやばいもん。まっちゃん、お大事にすぎ、本当にお大事にすぎ。なんか昨日今日とかもう、なんか昨日今日に限ってない、湿度高すぎてもうやめてほしい。湿度、湿度高いよ。タイムリーオールしてる、びちゃ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 。みんなも気をつけて、マジで。急にあの温度差、温度差やばいから。そう、おすすめのセット、え、いいね、セーター。シュークリームのグッズゲットしたって嬉しい。シュークリームのさ、グッズのビジュいっぱい褒めてくれた、昨日も。うん、いや、2日間ありがとう、こちらこそ。イエーイ。湿度嫌いです。あやちゃん、ありがとう、いっぱい嬉しかったよ、本当に。また早く会おうね、絶対に会おう。これからから、え、いいね、唐揚げ大好き、大好きですね。え、温度差欲しいなるの？え、なんで？なんでなんで？シュークリームのりさん、よいしょ。ストレートハイツインは好きでしたか？もうね、この、もう、あ、会いたい、早く、会おう、早く。早く会おうね。もつ鍋も唐揚げも大好きだよ。メリージェリーでお洋服買ったりする。あ、メリージェリーでお洋服は買いますよ。私、ワンピースとか好き。なんかね、デザインが可愛くて、リボンとか。ちょっと珍しいんですよ。あんまない。通称楽しみだね。うん。最近グレーでよくはね、買ってなくてね、見てはいるんだけど買ってない。私最近さ、なんか何着てるかな、あんまね定まってないかもしれない。なんか、本当になんかいろんなとこで買う。でもリボン多い、だからなんか同じのが家にいっぱいある同じの多い。やっほー、ありがとう、初見さん。同じの多め。チャックも多いね、だいぶチャック。うん、昨日のワンピースはスナイデルの洋服、なんかね、
スナイデルさんのお洋服はめっちゃ買うって感じじゃないけど、可愛いって思ったら買うみたいな。うん、めっちゃ毎回買ってるブランドはそんなないかもしれない。意外となんかね、いろんなブランドで買うかも。うん、ラフでエリシャの、え、嬉しい、ありがとう。そう、なんかそう、結構たまに着るから、なんかデザイン的になんかあんまりないデザインとかがあるとちょっと可愛くて買っちゃ そうで、なんか昨日のワンピースはなんか本当に可愛い、あのなんかすごい肩がフリフリで、なんか可愛いって思って買いました。またありがとうね、嬉しかったよ、連番してくれて。またぜひ遊びに来てね。でもやっとスナイデルさんのあのスカート可愛いよね。結構毎年出てるんだけどさ、チェックのスカートが可愛い。あれはやっぱいつも可愛いですねって思いましたよ。ちょっとやっぱりなんかない、他にないデザインですって感じ。うん、チーク可愛い。あ、なんか今日はなんかちょっと違う練りチークみたいな使いました。見せ方やばい、練りチークみたいな。今仕事終わった、お疲れ様、こんばんは、お洋服たくさん嬉しい。でも結構可愛い系の洋服が好きだから、可愛い洋服ばっかり買っちゃうね。そう、ネイル可愛いよ。オライトジマとか面白いってありがとう、やっほーやっほー。うん、かっこいいけど、着ること、あんまりないよね。だからさ、なんか着たいなって思うんだけど、でもほんとあんま自分でいつもあんまり買わないから、うん、ちょっとあとパーカーとかさ、トレーナーとかもさあんまり持ってなくてね、ちょっとだからパーカーとかトレーナーとか見たいって結構みんながいつも言ってくれてる、ね、なんかパーカーとかさ、なんかトレーナーとか楽だからって思うんだけどさ、意外とさ自分で持ってないくて、そうね、ビッグパーカーとかね、いいよね。そう、でもリサね、この間お仕事が早く終わった時にザラに行ったんよ、久々にね、ガチ久々にザラ。え、なんか可愛くて、なんかザラって結構ね、そのなんか意外と系統がバラバラなんですよ。なんか可愛い系がある時もあれば、ちょっと大人っぽいのが多めな時とか、結構いろいろ分かれてるんですけれども、うん、なんかその自分が言った、でも言うてまだその時経ってないんだけど、2週間以内ぐらいに行ったかな、なんかで可愛くて、なんか買っちゃったよね、いっぱい。あ、まあ、いっぱいじゃないか、3着。それでね、今年初めてのアウターを買ったんですよ。もうびっくりじゃない、ちょっと待って、エッドサンみたいなコートみたいな感じなんですけど。なんかコート買うつもりじゃなかったんだよ、まずね。だけどめっちゃ可愛くて、なんか白のショート丈の、あの白っていうかアイボリーかななんですけど、でしかもめっちゃなんかさ、コートってさ高いじゃん意外と、でなんかでもなんかそんなに、そんな
言うてだったし、そのめっちゃ可愛かった本当に。あのショート丈も意外と着るから、なんかそれこそちょっと寒いけど、あのロングブーツにチェックのスカートちょっと短めのに、その白のニットとかにそのアイボリーの羽織とか、でも絶対いいなって思ったから、そう買ったんですけど、可愛かった。なんか黒3色あって、黒とグレーとアイボリーがあって、なんか黒とか思ったけど、なんか黒って白のニットとか着た時にさ毛糸がついちゃうのが目立っちゃうから、どうしようどうしようってなってアイボリーにして、しかもめっちゃね軽かったんですよ。なんかコートってさ軽いのが一番いいじゃんか。なんかねコートってさ可愛いなって思って、いざさなんかお店で見てたらさって持ったりさ、重いみたいな時あるんですよ。そうで、なんか冬ってさなんか重いじゃん、いろいろニットとかもさなんか夏よりもさ重いじゃん。だからコート重いと結構きついじゃないですか。だから軽いのが本当良くて、そしたらそのザラのアウターもめっちゃ軽くて本当に良かったから、本当にね初めて今年初アウターを買いました。うん、そうめっちゃ軽かった。あと形が結構可愛くて、袖がちょっとふわってなってるような感じで可愛いのでゲットしました。あと2着買ったんですけど、1つはあのなんかグレーのラメが入ったトレーナーを買いまして、あんま着ない系なんだけど普段、でもちょっと可愛かったから買っちゃったよね。だからそういうのとかに、まあカジュアルにするんだったらまあジーパンとかで、まあ可愛い系だったらなんか黒いスカートとか合わせたら可愛いなみたいな感じで買いました。ジェキお花ありがとう。そうゲットしました。久々になんかあれかも、ザラって買い物した気がする。うん、こんばんは、ヤッホーありがとう。ふわ気になる。でも俺さ可愛いの大好き、リボンがついてるコートとか好きだから、そういうのも買っちゃうかもしれない。うん、そのザラのはどっちかっていうとまあどっちにも合う、なんか可愛い系にも合うしかっこいいのにも合うから、どっちも。でもあの可愛い系も可愛いのがやっぱ可愛いじゃないですか冬は。だから可愛いやつ系も買いたい、可愛いやつ。そう明日行こらばい、あ明日行こらばい。そうえいっぱいついてるよ、近いさ好き近い。うん、なんかねリボンなんだろうな、でもなんか可愛いやつを見つけたいですよね。そうかっこいい系見たい。あーツイード可愛い、ダフルコート可愛いよね、あったかいよね、ダフルコートあったかい。うん、可愛いの見つけたいな、なんかあるかな。でもちょっと今年可愛いコート多い気がする。なんかね毎年結構コート探しの旅っていうのがあって探していろいろ見てるんだけど、結構自分にわこれが可愛いって思うのがあんま巡り合わない年も結構あって、去年とかはちょっとなかなかあんまり難しくて、
こんばんは、仕事終わりのあちゃん、お疲れ、本当に偉い。てつさん大丈夫、お大事にすぎる。それはアンミレツです、かわいい。リボンのやつかな、ああいうの着たいよね、ちょっと。うん、むつありがとう、今日も来てくれて。そうなんです、アウターお悩み相談って感じ。うん、ひどい、似合わないって言ったの、やだ、そんな言わないでっていう。いや、もう似合わないとか言ってももう着るよなんか結構なんかいろんなことを無視する。なんかそれこそさ、なんかそのなんていうの、まあ似合わないとかとは違うかもしれんけど、なんかそのパーソナルカラーとかあるじゃん。でなんかそういうのとかでさ、得意な似合うやつと似合わないやつでさあったりとかして、でもなんかその似合うやつ大体でも自分が好きなものがパーソナルカラーに影響してちゃんと好きな系統だったりするんだけど、それが逆だったとしても着るもん、好きなのって感じ強めに着たいと思います。うん、そうだよ、結局そうだよ、自分が着たいのを着てる時が一番いいと思う。うん、って思う。コウモリありがとうってやつと。そう、でもあるよね、なんかブルーベとかイエベとか、ブルーベイエベ系と顔タイプ診断みたいな、エレガントとかキュートとか。でもあの顔のあれも関係あるのかな、ちょっとどうなる。ゆうきハートありがとう、対面もありがとうね。絶対顔気にしちゃダメで、もう自分の好きなように生きた方がいいですね。冬中とか親似合うって思ってた。いやー、それがいいよ絶対。ネットで買ったやついざ着ようと思ったある、たまにあるよ。それはちょっと色味が違ったとかあったりしちゃって元気だ。いや、本当にお大事に、マジ急にね寒くなったりするらしいから本当気をつけてね。うん、黒多め、確かに汚れ黒目立たんよね。でもなんかさ、毛玉とか目立たん、黒ちょっと毛玉目立っちゃうの嫌かもしれん。ゆうやハートありがとう。うん、そうだよ、好きなの着てこう。実際着たある、本当にそれはちょっとあります。定時出ししたら配信お疲れ、本当に今日お疲れ、ちゃんと偉い、生きて。うん、昨日の対面のあと友達紹介して、嬉しい、ケイチ紹介してくれたの、りさ、ありがとう、紹介してくれたの。リコの10パズル、りさおしめにしてくれたの、嬉しい。ゆうちゃんハートありがとう、嬉しい。なんかさ、いっぱい紹介してよとか言ってくれて、土日会えたから頑張って、偉い、マジ2日間ありがとうね、ティングもありがとう、こちらこそ嬉しかったよ、ほんといっぱいお話してきて。うん、なんか連番の方多かったりしたよね昨日ね。最近気になってくれたよな、嬉しい。オンライン世界マジ、あさってのあれはないのかな、やっほー、じゃあ始めたらたぜひ会いに来てね、もっとも昨日の食べたらせいつや先輩と、嬉しい、ありがとう、先輩と対面は初だったから会えて嬉しかった。そう、意外と対面は初だった、は初だった、やばい、初めてだったって方多かったよね。お
邪魔します、はじめまして。みゆちゃんありがとう、はじめまして。ビーナさんだ、ありがとう。なんかショールームもさ、なんかランキングでさ、いつも読んでる時にさ、なんか初めての方が現れたりしてさ、嬉しかったよ。最近の出来事、嬉しい出来事。うん、そう、みんな友達多い。18枚目、リリーベ、リリーベね。そう、リリーベ絶対アイドルからリリーベがあったんですよね。で、大阪、名古屋、東京ってあって、で、前回っていうか、まだ絶対アイドルなんだけど、大阪で、そう、いおりとはなちゃんと、私は大阪だったんだけど、そう、もし次会ったら私どこなんだろうな。私結構大阪多かったんだよね、今までのなんか行けたった時。ナージュ、ヤッホーヤッホー、ありがとう、見に来てくれて。リリーベ楽しかった。どうなんだろうね、場所でも変わり、なんか場所メンバー変わりそうな気がしない？なんか、え、どうなんだろう、一緒とかじゃなそうだよね、なんかちょっと。うん、こんばんは。確かに場所も変わりそう。うん、大阪楽しかった。うん、たこ焼きとかもね食べられたし、551も食べられたし、そう、楽しかったな。陽介こんばんは。初見さんありがとう。のんたんちゃん、ビーナーさんだ、ありがとう、嬉しい。最近ほんとビーナーさんとか初見さんとか来てくれてありがとう。そう、あのね、楽屋にね、たこ焼きが置いてくださって嬉しかった。今年の春、名古屋の初ライブで、嬉しい、ありがとう、ライブ来てくれて。楽しかったね、ライブも。うん、でも私、名古屋に行ったらまた名古屋でさ、美味しい食べ物食べたいよね。東京もいいけどね、もう全部いいけどね。セイハートありがとう。直樹待ってたよ待ってたよ。そう、リリーベってさ、なんかその3人とかさ4人とかで分かれてさやるけどさ、ありがとうね、ショールームで存在を知ってくれて。なんか本当に当たり前なんだけどさ、自分のファンの方以外の方にも会うじゃないですか。他のメンバーのファンの方とかで会うじゃん。だからなんか本当に新鮮、めっちゃ。今までコロナ前とかまではそれは普通にあったんだけど、コロナ明けてからあんまそういうのなかったから。うん、渋谷ね、渋谷も確かに。こんばんは、ナーツハートありがとう、いっぱい。うん、嬉しい、いっぱいありがとう。うん、嬉しかった。だからそう、なんかリリーベで、そう、来てくださった方とかで、話しに来てくださったりとか、嬉しかった。だからなんか新しいこう出会いがありますよね、リリーベってさ。そう、昨日初めて対面ありがとう、めっちゃ元気出た、よかったよ、元気になった。うん、そう、リリーベってね、みんなと結構仲良くなれるんですよね。やっほー、昨日対面本当聞こえてた声、嘘、意外と聞こえてたのかな声ね。もーちゃんハートありがとう。うん、いっぱいありがとうね。え、本当に
どこだろうな、もしあったら。どこだろう。気になる気になる気になるちゃん。いや福岡楽しいけど、福岡はなかなか難しいよね。大体大阪名古屋東京やない？だってさ、コロナ前もそうだった気がする。大阪名古屋東京じゃなかった？こんばんは、こんばんは。なんかそんな気がする。うん、東京やっぱさ、東京が拠点で活動してるからさ、東京はやっぱさ、なんて言うんだろう、まあ普通にさ来れるって方多かったりするよね。なかなか地方だとさ、まあ地方にでいてくださる方も多いけど、東京はやっぱ多いよな。うん、そんな感じ。名古屋ね、名古屋も行くね。川崎ね、川崎か。あんまないよね、うちら川崎。こんばんは、ももちゃん。リサしかかたん、ありがとう。そうだから、いこやちゃん静岡来たことね。ないんですよ、それが。ボートレース部の時に行きました。私初めて会ったかも、ワンちゃん。 YouTube 撮影で浜名湖、そうそうそう、初めて行った。初めての静岡ボートレースだったんだけど、でもそれがなかったら行ってなかった気がする、静岡。うん、こんばんは。ボツレス部の動画めっちゃ好き。マジ？難しかったよ、結構むずい。てかなんか記者さん信じてるから難しいとかないんだけどさ、なんか意外と難しかった記者待ちだからね、常に記者待ち。そう、難しい。ハマってるのテリス。なんかさ、馬もあるじゃないですか、馬さん当てるやつ馬ボートレースむずいって言った。競馬の方が簡単とか、まあ、簡単というかボトルスよりかはみたいなね、昨日お話とかしてて、うわ競馬か、なんか今乗馬か悩んだ乗馬だっけみたいな競馬かしんどジオバって乗るってことか やばい、いい加減にしたい。ジオバとかも、ジオバじゃない、間違えた、競馬もさ、そういうのあるとか、なんかそのなんか予想しさ、そうしてくれる系の笑い方やばい。お馬さん、お馬さんを1当て、いるんだ記者さん、マジで。マジ競馬さんもちょっとやりたいな。私もまたそれも記者さんちょっと信じたい。でも競馬いないんだよね、全然誰もやってない。うん、でも全然わかんない。とりあえず当てる、むずいの。面白かったありさ、分かってないもんね、なんかちょっとルール。そう、なんかちょっと甘く見てたんよねありさ、ボートレース。さ、
なんかモーターっていうのあれがなんか強いのを持ってるみたいな、このなあれ なんていうの、選手ってなんていうの、この方はみたいな選手か、だけどなんかモーター強いけどなんかその遠回りしなきゃいけないみたいなコースをとかっていうのとかさ結構あってさ、なんかそれそうするとちょっとさまたなんかめっちゃ軽く考えてたのね、そのモーターが強いってなったらみんな強くなるんやないって思ってたんやけど、なんかいいモーターを持っててもなんかそのコース的にあんまりだったりとかしたらなんか全然早く行かなかったりするみたいな、うーんと思って、あまーちゃんありがとう今日も見てくれて、うん、難しい、めっちゃむずい、激むず、うん、でも私が予想して当たったわけじゃないんだけど、記者さん待って記者さんの言う通りにして前回ちょっといい結果になったんですけど、なんかあたかも自分が考えたかのように喜んじゃいまして、当たると嬉しいなって思いましたね自分が考えたわけじゃないのに自分が考えたわけじゃないのに、でもなんか分からなくもないなって思った、なんか今までの人生でそういうなんていうのやったことなかったのね、そういうなんか予想して当ててとかそうなかったんだけど、なんかあこういうやっぱ当たる喜びというか、これはこれがまたこう癖になっちゃうというかってなりましたよね。 YouTube 全乗っかり案件だった、やばいよね、そういやすごかったな、でも生で見たのも初めてでさ、すごいさなんかびっくりしちゃった、あとなんかあれになっちゃうね、色とかでも決めちゃったりしちゃってねこいつなんかもうちょっとね、もうちょっと楽しみに、ほんとたまにやってる、お姉ちゃん迫力すごかったよ、めっちゃ音とかすごい、うん、はやてハートありがとう、うん、色決めちゃう、なんか黒とかかっこいいじゃんか黒とか赤とか強そうとか思っちゃって、そう、うん、色で決めちゃいます結構、え、毛はピンクあるの、じゃあちょっとピンクがいいかも、それは推ししか勝たん、ありがとう、え、白黒赤青黄色緑、え、黒やっぱ黒赤が強そうやんな、うん、結構なんか見た目から入っちゃうんだよね本当に、ピンク一番外の枠、え、待って、それはちょっと難しいかもしれない、外ってことは一番遠いってことだよね、むずい、それは難しい、すごい個人的に好きとかすごい、私完全に色で決め、色なんかうん、自分で予想するとなると、なんだろうな、色色か、なんかあれは毎回あるのかな、その選手の方のコメントがあるんでしょ、なんか今日はなんかこうだったみたいな、なんか出だしは、あ、毎回出るあれ、え、そう、あれ結構参考に、そして
あれとその色とかね、なっちゃいます。直感も大事よね。いやそうよな、むずいよね、なかなか。うん、結構むずい、だいぶむずい、結構どころじゃなくて、うん、むずいかしいです。なんかあれさ、 UFO キャッチャーとか好きなんだけどさ、急にもうほんとごめん、話全然違う。 UFO キャッチャーとかはね、自分が行動するからなんですけど、なんか UFO キャッチャーとか好きなんだけどさ、なんか UFO キャッチャーとかもなんか撮れるとなんか嬉しいというかさ、当たり前なんだけどいや本当に当たり前すぎて無理だから、なんかそのこういうばっかにさ、ひこう2個のアームでさ引っ掛けてさ、こう入れるやつあるやん、入れてさこう引っ張ってこうやってとかさ、あの穴に入れるの結構むずいやん、結構得意なんですよりさ、で入れ入った時もうバカ嬉しいっていう、なんかなんか全然違う、全然違いすぎて、そのいい加減にしてほしいんだけど、なんかほんと全然違うんだけど そうそう、運系好きというか、そうそう、そういう感じやばい、ほんと早手虹ありがとうやばいよね、私全然違うんよ、内容違いすぎて、うん、そうマジやばいよね、なんだろうね、そのなんか全然違うよねでも UFO キャッチャー好き全然違う話が、 UFO キャッチャー好きね。こんばんは、ヤマさんバラありがとうUFO キャッチャー、あーね、UFO キャッチャーも結構ね、気づいたらなんかめっちゃやってるとかある。やめときむずい、むずいよね、なんかさあとちょっとかもってなってさ、リサが今ここで終わったらもう絶対に次の人から取られちゃうって思ったりとかするとやめれなくて、うん、やめれないです絶対。なんか絶対取れんやんみたいなのもあるじゃないですか、たまにもうめっちゃアームが激ゆる案件みたいな、なんかもうなんかふわんみたいな、みたいな、これだ絶対無理やろみたいなあるよね、そういうの。ほんと取れないもん、そういうの。どうして、なんでなんでってなるもん。そう、マジで。あとあの確率機じゃん、ああいうのって。だからそのなんていうの、本当いつ来るかわからないんですよ、確率がみたいな。だからさっきまでめっちゃ緩くても、今回めっちゃ強いとかもある。うん、あ店員さんにね、取れませんってね、わかる。一瞬そう、一瞬掴んで上で話して、本当にさ一瞬掴んでさ上にあるし、本当に本当にさ期待をさせちゃうんですよ。うん、期待させちゃうんですね、そうやって。そう、でも本当に確率だからねって思うもんな、あれって。分かってるけどいつ来るかなって思っちゃうね。うん、もう掴んだらもう離さないでって思う。
なのに掴んで、なんか途中まで持ってるのに、あの落ちる付近になってくると落とすという。なんでってなっちゃう。ゲームね、クレーンゲーム。そういつもねそういうのになっちゃうんですかね。あとなんか一時ね、あの携帯でねクレーンゲームできるアプリがあるあって、それにハマってた時もありましたよ。携帯でさできるんですよ。授業、うん、そう、なんか飛ばされちゃってね、跳ねちゃってなんでどうして話すの仕事。ゆうくん頑張れ。お跳ねる、あのなんて言うんだろう、こうなんて言う、パーンっていく。UFO キャッチャーガチで、で私結構 UFO キャッチャーはなんかもうお菓子取る、お菓子食とゲーセン行ったりします。なんだっけ、ノロノロのカウントダウン TV さんに出演していただいたノロノロの時の間の時間で確か一緒に行っためっちゃ空き時間あったんよ。で確かその時かな、お菓子取った。おもろくない？マジどのタイミングって思う。でなんだっけな、ノロノロじゃなくて、はいつだっけな、なんかの時はアンナとサーナ、サーナじゃない、えなんだっけあれ、岩盤浴だっけ、なんか言った、あれいつだっけ、あれ何の曲だったっけな、言ったんですよね。夏まとめ違うか、さすがに違うか、なんかね言ったんですよ。緊張してたから一回リラックスしようみたいな一回リラックスして、うん、なんかねなんでか言ったんですよ、超謎に。ん？で待って、夏まとめ、いやでもそんなことないか、ちょっと前すぎ。リサのアカウント残業終わりでしょ、ありがとう見てくれて。そうアンナと岩盤浴行った、ん待って、マジ思い出せない。シングルが夏の飛ぶかな、うん、でも緊張してたよ、ほんとマジ。ラストノートかな、ワンチャンある、ラストノートも、ラストノート説ある。ラストノートかな、でもねまあまあ緊張をほぐすためにって感じ。岩盤浴はなんかね暑い、なんかそんなめっちゃ、ま、暑すぎとかっていう感じではない、そうだから程よい感じ。アーモンドハートありがとう。
めっちゃ下からアングル。サウナ結構前はよく行ってたけどね。いる、うん、やっぱ生放送は緊張するよね、普通に。何事もって感じ何事も緊張するよね。生って怯えちゃう。ゆうちゃんありがとうね、昨日は。おはよう、おはよう、おはよう、アンケ。うん、偉い、仕事中なの、偉い、ありがとう。あやちゃん帰宅したお疲れ、メトロ偉い、みんなお疲れ、ほんと。寝るの大事、ごまはたありがとう。うん、ママかやほー、ありがとう、コメントもしてくれて。お仕事ね、ゆっくり無理しないで、ご褒美を与えて頑張ろう。でも無理だなって時はもう無理だからゆっくりしよう、そういう時は。うん、ゲンさんありがとう。みゆちゃん、みゆちゃんもお疲れ様、本当。燃えたいね、やっぱり会いたいって感じですよね歌になっちゃった。土日楽しかったね、本当に。ずっとゆっくりしてた。仕事終わった、もくちゃんお疲れ、みんな、みんな偉い、偉すぎ、マジ。スバルハートありがとう。うん、気になってる。そうだったの、加藤さん。次はまた会おうね、絶対。明日シュークリームをゲスト、嬉しい、ゲットしてくれるの、花ちゃん。翔太くん、こんばんは。こんばんは。海外行きたいとこ、どういう、ドバイ行きたいです。あとまあ、韓国も行きたい、うん、グアムも行きたい。行きたいとこ多め。レモンティーの生写真嬉しい、見てくれてありがとう。ジェニー君こんばんは、こんばんは。夜ご飯は何にするの、いいね。何でも、もう私何でも好き。私あんま嫌いな食べ物があんまないかも。何でも好き。やっほー、かわちい。ドバイはね、そうそう、ずっと行きたいと思ってて、まあ、でも勇気がないというね。うん、レバー食べれるよ。レバー大好き。あのなんか体に良さそう好きです。夜ご飯気持ちいいね。あ、そう、そばがちょっと無理。おでん好きで、料理はちょっとやんないかもしれない。久しぶりに海外、マジ最高じゃん。いいな、楽しんできて。海外行きたい、リサも。でもね、違うの、海外のなんか癖ある系が苦手なんですよね。台湾とかの結構癖があるのが苦手でした。国内で行きたいとこは香川県、あと北海道にも行きたい。うん、馬刺しいいね、連れてきます。嬉しい、ありがとう。見るね、絶対。いや、一人でちょっと海外怖いんですよね、ちょっと。あのさ、方向音痴だからさ、なんか変なとこ行っちゃう気がする、絶対。台湾で KFC、 どうだった、同じ感じ。台湾に KFC あるの。北海道好きで、海鮮好きだし、特定所で行った時にあのジンギスカンとか食べて美味しかった。うん、富士山ちょっと登らないかも。そう、無理、なんかね、きついよね
体力ちょっとないかもしれない。うん、メニュー違うんだ。でもあるのすごい KFC。 リサしか勝たん、ありがとう。うん、トリガー、え、待って、そうかも。え、めっちゃ昔に感じない？ちょっと登山 NG だよ。ちょっと結構きついかも。マジ行きたい、北海道。リサもハートありがとう。マジ、うん、台湾、あ、通じるんや。えー、エッグタヤという意味なの。へえー、そうなんや。えー、ジンギスカン気になる。うん、楽しかった。夏元部の時、うん、年明け、すごっ、スペイン？おしゃんですね。え、スペイン料理とか美味しそう。パエリアとか。話したいエリサもだよ、マジで。本当に。昨日話したばかなのに。シアトル？え、おしゃんじゃん。シアトル行ってみたいな。行ったことない。留学ですごいじゃん。いいね、楽しんできて。博多行きたい。博多はマジで来た方がいい、絶対ね。うん、ヨーロッパいいね。あれ見たい、あれどこだっけ、サグラダファミリアみたいな見たい。あれどこ、あれめっちゃ気になる。聞くよ、恋の相談だから。私が乗るバルセロナ、一緒行きたいかも。あ、スペイン、あれサグラダ・ファミリア。私あの、え、本当にあれなんですけど、なんか中学生か高校生の時の英語の教科書にサグラダ・ファミリアっていうなんかそのなんかあったんですよ、文章が。で2000いくらに完成するみたいなのなんか内容とかあって、めっちゃ覚えてて、ですごい気になってるんです。ずっと謎に教科書に載ってて、そのサグラダ・ファミリアのなんかそのなんか名前がすごい覚えてて、うん、ちょっと人生で一回は見たいなとかあります。2026年、あと2年後ってこと？もう2年もない？やば。治安は、治安怖いかも。行ったの？えー、いいな、行きたい。なんかさ、そういうなんかきっかけないとさ、行けないよね。サグラダファミリア？ちょっと気になる。仕事から帰ってきましたって。ミキと疲れ！偉い。偉すぎ。サグラダっていうのか。サグラダじゃないよね、サグラダなの。ちょっとその辺ちょっと様子わかんないんですけど、うん、バルセロナかっこよ、すごい、みんな留学すごい。え、写真送ってくれるの。えー、ちょっと気になる。私も教科書でしか見たことないからさ。サグラダ？いいな、サグラダ・ファミリア見たい。え、2026年に完成するんだ。やばいじゃん。もうじゃない？あと、いや、もうじゃないか、全然。1年、もう2年もないよね。Google Earthで行ける感じ？え？行きたいな、行こっかな。ちょっとすごいよね、完成するんかな、めっちゃ気になる、気になりすぎ。こんばんは、今来たよ。だって毎日昨日ありがとうね、こちらこそ。
確かに絶対大ニュースだよ、一大ニュース、とっても。やっぱなんか海外の建物とかめっちゃおしゃれやん、建物がさ、もう建物がおしゃれ、人生とかにするよ、わかる。なんかだってヒューストン行った時も思った、なんか日本と全然違うじゃないですか、人なんかこう性格とかさ、人のなんか様子とかが、なんか結構アメリカのやっぱヒューストンはこうみんなフレンドリーな感じだったから、みんな明るくてなんかすごいみんな優しいってなるの、優しかったのみんな。ねえ、建物大好き、見るの。ご飯おいしい、あ、そうなんだ、へえ。ライブカメラ、ライブカメラ、え、ワンチャンあるんじゃない、ないかな、え、ちょっとあったら見ようかな。え、現地の方ね、優しい方多かったりするよね、優しい、みんな。なんかやっぱ日本人がよく行くこう海外の場所だとさ、なんか日本なんていうの、めっちゃさ日本人の方の対応にも慣れてらっしゃるよね。夜ご飯食べるよ、もぐもぐ、そう、いいな、バルセロナでもここどこだっけ、言ってほしい、やばいね、言いそう、なんかそれはちょっとここどこだっけ、やばいやろ、なんでわからんの本当ってなるよね、いい加減にして、ガチ。気づいたらされないって言ってそう、やばい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 、ガチ危険すぎ、絶対やばいよ、絶対なくしたらもう大事ですよ、本当にマジで。必ず最初に「え、ここどこだっけ？」から始まんのやばいやん、今の天神とか吐くのもありそう、え、めっちゃ変わってそう、めっちゃ変わってるでしょ、もう完全にいっぱい変わりすぎて、もうもうもういろいろ変わりすぎって感じ、なかなか。海外の、あ、でも海外のとこ行ったらなんか聞くかな、もうおすすめお願いしますって感じ。空港着いて、あれ、ここどこっていうの、やばいやん、そんな言っちゃったら、やっほー、鍵ちゃんね、なんかそのメイン料理というかさ、有名なのは食べたよね、それこそなんだろう、当たり前だけどさ、イタリアンとかだったらピザとかさ、なんか準備無理、リサも、あの準備と帰ってきた後の片付けガチ無理、放置プレイしちゃう、手持ちだよ、下からアングル、ご登場、あまりにもなんかさ、上よりもさ下の方がいいね、ほらひかり的にここの位置だとね、ここでもいいのか、量産できない量だ、ありがとう、昨日分かるよ、ずっと残ってるよね、カメラ持ってきな、でもちょっと重いか、ちょっとね、みんな気をつけてね、治安たち、もう離さず持っていくんだよ、こうやってカバンもね、
スッキーハートありがとう。うん、いいね。でも海外楽しそう。なかなか行かないからね。なんかさ、どこだっけな、パリにめっちゃ前イコラブでいた時、結構ね危なかったよ。いろんなもの取られそうで、ちょっと治安怖かった思い出ある。ペル、嬉しい、連れて行ってもらっていい、理想のことアクスタで、ありがとう。手落ちそうなんです、ちょっと下からアングル、え、怖いよ本当にマジで。プールいいね、いいね。ケイトピ、ヤッホーヤッホー。パリのご飯美味しかった、普通に。うん、ヒューストンも美味しかったよ。今日もリサしか勝たん。あ、ミキャンありがとう、見てくれて。シー君ハートありがとうね。うん、フランス語無理だよ。ヤッホー。でも怖くない、偽の財布も怖いよ、なかなか。やっぱもうあの、もう手でも押さえとくが一番いいよね、マジ。ズキかわいい、ありがとう。伊勢丸ヤホー、ありがとう見に来てくれて。うん、うん、気をつけてね。やっぱ日本は治安いい、うん、安全ですね。フィリピン、フィリピンは怖くはなかったかな。でも結構食べ物があの癖ある系だったかな、確か。中乗りしてくれもアクスタが欲しいな。え、そうなの、アクスタ、あのね、グッズ撮影の日があって、そうそう、あのMV の日と違う日に撮ったから髪をね変えてきました。日本ちゃんマジいいよ、大人になって学生役の友達、いい、最高、いいな。いや、うん、わかる。あの本当にあれだよね、食べ物セブ島、懐かしい、セブ島行ったの楽しかった。松本ペ、めっちゃ思い出いっぱいある、松本ペ。うん、楽しかったな。シンガポールめっちゃ綺麗、シンガポール絶対綺麗。シオンヤホー、グッズゲットしてほしい、ぜひ。絶賛パスポート、あ、すごい、パスポート目の前、大丈夫、気をつけて。今こんばんは、こんばんは、ありがとう見てくれて。いろんなね、確かにいいね、すごい、修学旅行海外いいね、素敵。やばいじゃん、落とし割りすぎ、疑似海外旅行やばいな。おもろいね、待って、ほんとおもろい、それは。ちょっとどっちにしてもりささ、フルネームでさ、いつも見るからさ、引っかかるよね、検索には。オーストラリアの娘、あー、コアラ、コアラちゃんいるのね。そうじゃん、オーストラリアってコアラだ。ヤホー、銃怖い。でもなんかさ、やっぱ海外とかってさ、日本、日本のさ、そのポリスもさ銃を、まあ、所持してると思うんだけどさ、
海外のさ方のそのポリスの方はさ、本当なんていうの、見えるとこにさめっちゃさあってさ、あのちょ怯えた。そうそう、ご飯ね作ってきて、ぜひいっぱい食べてきてね。ありがとう見てくれて。コアラ抱っこしたい。え、コアラって本当にあれってさ、こう感じなのかな、こうキュッて離れませんよみたいな感じなのかな。次のオンラインだおうね。かわいい、ありがとう、よろしくね。アメリカン、え、そうなの、でん、え、マジすごい。え、コアラ触ったことないよ、ふわふわなの。私ウサギさんはあるよ、触ったこと。ごまさまありがとう、今日も来てくれたの、こんばんは、お疲れ。今日も爪い、え、いあ、え、痛そう、なんかこう、でも顔かわいい。今日からまた名称一日、あ、嬉しい、ポストありがとう。コアラ抱っこ、えー、待って、わかんない、わかんない、どうだろう、ちょっと最初は怖いかも。ペンギン触ったことあるの、すごい、ペンギンすごいな。コアラおとなしいの。でも一回間近でめっちゃ見てみたい、めっちゃ近くで。さきちゃんハートありがとう、やっほー。生き物ね、そう、なんか見るのはいいんだけどね、いざ現れるとね戸惑っちゃいますよね。もう少しで、どこで、え、そうなの、え、そうなんや、じゃ今がチャンスなんや。ゴーちゃんやっほー、ありがとう。あ、イカ焼きじゃん。ありがとう、今日も来てくれて。えっ、ー、と、ヤッホー。毎日、え、メンションしてくれるの、朝。嬉しい。見るよりさ、毎日。ありがとう。動物でさ、見るのね、好き。見るのは。カールの街大好き。いちご味に最近はハマってます。ノーサイト動物撮影、あれはちょっと怖かった。うん、いや、ナマケモノむずそう。最近朝、いや眠いよね、わかる、朝眠い、お眠です、朝は。うん、間に合った、嬉しい。リエちゃん今日もありがとうね、見に来てくれて。うん、明日からしてみる、絶対に。この前コアラの街、え、すごいよ、私出てないんだよね。え、私ね、あのね、コアラの街、あのアンナとショウコは出たんですよ。すごくない？え、ショウコ出たってすごくない？結構レアだと思う、名前の。なんか送ったもん、ショウコに。待って、ショウコは出たんだけど、コアラのマーチでショウコが出るなんてびっくりしちゃう。なんかアンナってなんか私の今までの人生では会ったことなかったのね、アンナっていう子に。多分アンナが初めて会ったんだけど、だからあんまいないのかなって思ってたけど、なんかまあ意外とさ名前には入ってそうじゃん。だからショウコ出ると思わないじゃん、やばくない？びっくりしちゃった、翔子出てきた。なんかね、一回海とレモンティーの MV の日にね、コアラの街があってね、全部ね開けたんですよ。それ全部一回出して名前を見て、その後食べたんですけど、なんかあの男性の名前が多すぎて、なんか女の子の名前マジなんか2人ぐらいしかいなくて、えみたいな、ほぼなんか男の子の名前だったんだよね。そんなことある
マジで偏りえぐい。2人しかね女の子なくて、ちょ1回ね出してみたんだけどなかった。うん、シュークリームなくしたついに、やったー嬉しい。あれは可愛いってみんなが褒めてくれたから、ゲットしたらいろんなとこ連れて行って。そう、コアラのマーチ楽しいよ。だいたい男の子の名前だったの。なんかと結構古風な古風な名前が多かった、男の子の名前でも。うん、この間 X 社のアカウント作って、嬉しい、作ってくれたんだ、ありがとう。え、あ、太郎とかもありましたよ。なんかね珍しい、でも名前が多かった。うん、シュークリーム一緒にって8割の、え、すごい、8割の、かわいいよね8割ちゃん。うん、公平はなんかそういう系あった、なんか、うん、多かった、なんか長めのね名前の方が多かった。うん、リサワレちゃんもかわいい、リサワレ、だからリサとかに出会ったことないんだけどな、なんか惜しいもないんだよね。リナとかもなかったし、リカとかもなかったし、なんかなかった、ないの、なかった。ターくん、ヤッホー、ありがとう、嬉しい。ゴーちゃんいっぱい身につけてくれて。名字だらけもあったの、名字だらけもあるんや。アンナって言われて、イオリ珍いの、すごい、アンナも出るんや。うん、ない、出会ったこと、出会いたい、絶対出会いたい。ツームハートありがとう、タッキーありがとうね、タッキーさん2日間コアラの街買ったことないの、嘘でしょ、絶対に食べた方がいいよ、ほんと美味しいから、絶対ハマるよ。一旦チョコが一番いいよ、その後にやっぱいちご、いちご美味しい。報告してほしい、メンバーの名前でマジでアンナとショウコしか出てないから、まだ美味しい。あのね、コアラの街は冷やして食べるのがいい、冷蔵庫。そゆんちゃんハートありがとう、うん、こんばんは。トマさん出ないな、なんかね、あの冷やすとね、あれなんだよね、あの中のチョコが冷たくなってちょっと固まる感じ、美味しい。え、でもね、多分どっちも美味しいんだと思う、温めてもいいし冷やすのもありみたいな、あのパイの実的な、パイの実もさ冷やす、あ、パイの実は凍らすのもいい、そう、美味しい、ちょっと固めになる、やっぱチョコがね固めがいいですね。イコラ聞いてくれって、イコラフ今日はね、え、今日のイコラフは誰ですか？その私何でも冷やす、冷凍しちゃう、何でもかんでも。サンバイザーですか？サンバイザーですか？でも可愛いよねサンバイザー。私何でも凍らす。温めたらね。え、マジでちょっとだよ、温めすぎると本当にあのどういうことになっちゃうんで、アイコラフのねメンバー、ね、
4つ初見でしたって、ヤッホーありがとう来てくれて。甘いものあれ、私だって、え、うん、絶対に美味しい。あのね、チョコパイも凍らすと美味しいよ。あの、なんか外のコーティングされてるチョコが、あのちょっとパリっていうかパリまではないけど、なんか食感が変わるのでおすすめ。仕事終わったって、あ、お疲れ、マジ。カントリーマンもね、冷やす、わかる、冷やす美味しい。え、美味しいよマジで。パイの実、パイの実じゃない、チョコパイ。私チョコパイはね、中がマシュマロなのが好き。あれ、エンゼルパイだっけ、チョコパイの中、シュの中がクリームじゃなくてマシュマロ。初見さんありがとう。あ、確かに結構ね、ガチガチになるとやばいからね。適当な、エンゼルパイ、あさってからチョコパイ、やばいじゃん。今年は食べようかな、三角チョコパイ。マシュマロめっちゃ美味しい。エンゼルパイがマシュマロか。でもあんま見ないから、見つけたらマジさ、あれ大きいじゃん、1個何袋かめっちゃ入ってるんだけど、あれマジさ3パックぐらい買うで買いだめしちゃう。あんまないから。めっちゃ迷ってきた、大丈夫、濡れないようにね。濡れたら風邪いっちゃう。マシュマロ聞くと YouTube ショートもですね、やばいじゃん、やばい。いや、あれほんとマシュマロ難しかったんですよ、結構ガチめに。でもマシュマロ大好き。エンゼルパイって、え、だよね。だからさ、会った時はさ、買いだめするんです。あんまないから、いや、なかったらさちょっと悲しいじゃん。だからさ買いだめばっかしちゃう。最近リサはパルテノのね、蜂蜜のねヨーグルトが好きなんですけど、あんまないから見つけたら6個ぐらいいつもの買います。買いすぎかあったから、仕事面白かった、嬉しい、見てくれてありがとう。そうなの、賞味期限意外と早くて、だからちゃんと早めに食べないと消えちゃう、三角食材。白がいいな、本当は、本当は白がいいな。チョコフェナイスないかも。お芋が気になる、三角チョコフェ。え、てかさ、もう三角チョコフェの季節なの、えぐくない、冬じゃん。なんか無理かも、白も出ない、やだ。どうしたら、白出してよ、白ちゃんと美味しいんだからね。冬大好き、もう冬もこもこ、ちょっと待って一旦座り直したい。白出前食べないって思うじゃん。でもね、待ってたの去年で、待ってた結果終わっちゃったんですよ。三角チョコがなんか終わっちゃって、そもそもだから食べれなかったから、もう私とはに、2年ぐらい食べてないかもしれないから、ちょっと食べ、でもお芋の方が気になるかも。ちょっとお芋って初めて、ちょっと珍い。時期物はね終わっちゃうから、出たらすぐ行かないと。そうだよ、リサいつも食べようと思ったら売り切れてたり、終わっちゃってなんでってなってる。え、ね、ポストしてほしい、食べたら美味しかったか教えて。でも美味しそう、お芋って絶対美味しい。マジ？スタバの芋いつの間にか終わっちゃうよ。待って待ってってなる。
無人ハートありがとう。どうして言ってよ、終わるときってなる。なんかいつまでってさ教えてほしいよね。結構真剣に。シュークリームなくすと持ち歩くだって嬉しい。意見ありがとう。最近食べ物なんか早い。どうして、パッケージも可愛い、人気の悪る。あめちゃんお仕事終わったわ、にゃってよかった、ありがとうあめちゃん。なんかさ松とかさよくあるやん、10月末までとか。そう、なくなり次第終了なんよ。だからあと何個残っとんやろうって。今から残業なの、えらい頑張って、あの甘いのとかね食べて、えらい。もう少しお家、お疲れ、お疲れだよみんな、今日も生きてた。こんばんは、シュークリームなくしてシュークリーム届いてって、え、通ってほしい、あれかわいい、マジで。シュークリームってなかなり、コンビニのだっていいじゃん、君が好きよ、そうじゃないの。これからカフェに、嬉しい、合いそう、ちょうどあの衣装とね。絶賛仕事中、偉いよみんな。仕事中なんですか、偉い。アクスタ嬉しい、ありがとう、ゲットしてくれるの話してた。でそれな、働きたくないの、労働しんどい。お話し会の余韻で仕事頑張りました、偉い、疲れ。お昼はパスタと、いいじゃん、アクスタぴったりだった、やったー。え、アフタヌーンっていいね、アフヌーン合いそう、あの衣装。仕事の疲れに配信、甘団子さん疲れ、えらい。元気ないときめアクスタ、元気を与えられてたらいいな。仕事今終わった、お疲れ。あ、ラジオね、ぜひ。リコラフ、私は出てないんだけど聞いてね、会おう絶対、赤と白の、え絶対会う、新年会1ヶ月だった、えなんか早いかもしれない、もう1ヶ月？早いよー、早すぎ。合成みたい、やばい早い。早い。懐かしい、お猫ちゃんになったのも。今日手持ち、そう手持ち、早すぎかもしれない。私亀子さんの写真をさ保存してるだけでさ、まあ載せてないからさ、ちょっと載せよう、早いよ、早すぎ。今度待って、何であげたんですか、見つけよう、早くない、早いよ、楽しかったな、嬉しい、アクスタゲットしてくれたの。周年一人で行ったんだけど本当に幸せすぎて、近くに来たの嬉しかった、だってゆうちゃんありがとう、嬉しかった、ありさも急いだけど嬉しい、ありがとう、いつも綺麗に撮ってくれて。リサ割れたんじゃ、やばい、セーター、あんなにでも
あのマジカルハチワレに似てるって言われたこと人生でなくてびっくりえ、なんか本当に昨日とかあの一昨日とかの対面とかでめっちゃあのマジカルハチワレちゃんをねバッグとかにねつけて来てくださってて、え、あの本当にめっちゃあの本当に結構つけてくださってたんですね。でなんかその男性のファンの方とかもカバンにあのつけてくださったりとかして、すごいなんか私その本当にあの衣装多分衣装と髪型が本当にあの似てたんだよね。そう、色味もね水色だからさ、あったのか分かんないんだけど本当にみんなが持っててめっちゃ可愛かった。うん、めっちゃ可愛かった本当に。こんばんは。そうマジで可愛くて、で私も本当にちょっと可愛すぎて、なんかあのマジカルハチワレちゃんのそのマジカルちいかわのとこに買いに行ったんですよ。りさんハチワレつけてして、えでしょ結構多くて、あとあのエスターバニーちゃん、私があの1日目に着てたお洋服のについてたうさぎちゃんのエスターバニーちゃん、あのエスターバニーちゃんとマジカルハチワレがこう並んでてめっちゃ可愛くて、もう色味 もうピンクと水色でもう超可愛くてもうやばい可愛すぎ。でエスターバニーちゃんのぬいぐるみもねあって家に、そうだから本当に可愛い。そう言って充電器とかも買っちゃってマジカルハチワレのね、そう充電器買ったんです。可愛かった、買っちゃった。こんばんは。そう嬉しい、撮ってくれて。エスターバニーちゃんの存在知った？いやそうめっちゃ可愛いんですよ本当に。可愛くて、うん、可愛い、なんかもう並べるとやばい。やっぱピンクと水色って本当に可愛い、うん、本当に可愛かった。タカハタありがとう、タークもハタありがとう。嬉しかったよ、友達につけてくれててゲットしてくれてたんよって思って。そうマジ可愛い、本当に可愛い。マジカルハチワレ、あの普通のさハチワレもいるじゃん、普通にまあ普通にさちいかわとかそっちの方がまあ結構まあメインというかあれかもやけど、マジカルシリーズがマジいっちゃんかわいい、かわいすぎる、マジでかわいい。でなんかあれまでやっちゃって、あのなんかあのランダムの携帯につけるあのなんていうのなんか鏡みたいなやつをあの引いてランダムのやつがあって、で携帯のあのケースにつけれる鏡がついててっていうのがあって、それが可愛くて、それもやっちゃいました。エスタバニーつけてた、全然え、つけてたよね、なんか見たかも。簡単トラブルで、あらお疲れ様、こんばんは。そうランダムで出なかったんです。ハチワレちゃんマジカルハチワレ狙いでやってて出なくて、あ、リサもステッカー買ったんです。お揃いマジカル8割のステッカー、ちょっと今リサケースさちょっと一旦つけてないからさ、今つけて出なかった。私はあれなんだっけ、
栗まんじゅうじゃなくて、なんだっけ、栗まんじゅうじゃない、ちょっと待って、あんまねちょっと詳しくない。八割れとかさ、ちいかわはあれなんだけどさ、あ、なんだっけ、栗まんじゅうじゃなくてラッコさん、ラッコさん、ラッコさんだ、ラッコさんとモモンガはね出ません。妹がモモンガ好きで、妹はモモンガ被ってないんだけど好きなラッコで、私がその何回かやったんだけど、だから猫のねやつが出たので、ちょっとなんかあんま見たことなくて、え、これはってなって、そう、カニちゃんも出ましたよ。カニ、あの、何回やったって感じなんですけど、カニちゃんも出ました。で、カニちゃん可愛いよね。で、そのあの、え、そうそう、分からん子で、なんか、え、この子何みたいな子が出たんですよ。で、そのなんか妹の方が詳しいから、で、ね、そう、妹に聞いたんですけど、そしたらなんかあの、え、なんだっけ、あの子ってキャラがいるんですよ。あの、猫、猫ちゃん、なんかみんながやっつける相手だっけ、なんか、なんかちょっとね、ちょっと詳しくないんですけど、なんかそう、あの子っていうキャラクター、え、あの子っていうの、え、マジ見てん、あの子っていうから、で、最初疑ったもん、え、あの子、え、あの子え、リサがさ、この子誰って聞いたからさ、そしたらあの子ってキャラでって言われて、あ、あの子だったんだけど、あの子なんですよ。あの子っていうキャラクターで、そう、あの猫、そう、あのキャラが出て、え、これレアなんかな逆にって思って、でもあんま出ないから、うん、結構レアキャラ的な、そう、いやだからなんか知らん、私もまだ全然知らないキャラクターいっぱいいるんだろうなって思った。そう、猫のちょっとなんか釣り目系というか、うん、あの子、え、マジ沼やばい、どんどん行っちゃうし、なんかガチャしちゃうし、やばい、そう、あの子ねそう、ガチャやばい、めっちゃやっちゃう。で、なんかもう一個やったんですよ、ガチャガチャみたいな。あれはなんだっけな、あ、あれはチーカーまでなんだ、マジカルチーカー。八割出な、全然出なかった。そう、声変え問題、え、今さ、なんか入れ替わってるんだよね、アニメがね、あって、入れ替わって、なんかちいかわは喋れないんだけど、なんか今ちいかわが8割になっててみたいな、結構入れ替わってて、そうそうで、待って、おもろい、いるのかな、いつの間にかね、スロットか、入れ替わってるんですよね今。だからその初めてさ、初めてそれを見たら、え、ちいかわ喋らんやみたいななるよね。でもマジで可愛いよね、なんか愛おしい。なんか TikTok でさ流れてくる、めっちゃ自分が多分そういう関連見てるからかな、めっちゃ出てくるんだよ、本当に可愛い。なんか野球のなんかの試合かなんかのイベントにも参加してて、チーカーとかがマジ可愛かった、可愛すぎ、そう、わかる、マジで穏やか、可愛いよね、マジクラス可愛いよね。でもやっぱおしゃれしてるさ、チーカーとか八重とか可愛いな、あのキュルキュルなのが可愛い。
え、なんかさ、チーカン蒸しパン出てるよね、なんか美味しそう。草むしり検定かわいい、わかる、かわいい、マジかわいい、超かわいいね、美味しそう。あれマジかわいくても癒しだね。うん、なんかいろんなキャラいすぎてさ、初めてのことを行き遅れてくれないんだよね、行ったこと。そう、行ってみたいんだけど、あれ予約だよね。だからさ、その絶対行ける日っていうのがさ分かってないと結局行けないからさ。そう、こんばんは、友達はジュアリサちゃんみたい、出てた本当マジ。え、コラボめっちゃ多いよ。コラボはもうめっちゃコラボしてる、どんどんコラボ。あ、でも今、え、ほんとごめんね、もうめっちゃ話変わって、クロミちゃんも好きなんだけど、クロミちゃんもさ、お寿司屋さんとコラボしてる、スシローだっけ、かわいい、マジでコラボしまくりちゃん。え、なんかさ、それのポスト、匂わせポストみたいなの見つけて、絶対クロミちゃんやんってなって、可愛かったな。マイメロ派、いや、マイメロはもう普通に可愛い、当たり前に可愛い。クロミちゃん人気てか、キャラクター渋滞案件。え、ちょっと前は8割なんかコラボしてたっけ、一瞬、え、わかる、かわいい。なんかサンリオキャラとか言っちゃったらもうやばい、何でもかんでもね、可愛くて見ちゃう、かわいい、癒しすぎる、普通に愛おしいよね、キャラクターって。愛おし案件、コギミュンかわいいよ、コギミュンはかわいい。なんかね、一番好きなキャラがね、決めれません。エスタバニちゃんも嬉しい、かわいいよね、エスタバニちゃん。今りさ LINE の着せ替え、エスタバニちゃんめっちゃかわいい、マジでかわいい、エスタバニちゃん。エスタバニちゃんのマイバッグも持ってる、マイバッグとぬいぐるみと持ってます。お揃い、めっちゃ可愛い、でも人気。カズユ、ヤッホー、ヤッホー、歌舞伎にあんたって何、聞いたことある、なんだっけ、かわいい、マイ、なんだ、欲しい、シナモンくんね、私ピンクの子かな思ってるの。タキシードサムね、知らんキャラ渋滞。え、なんか知らないキャラ多い、リサも、なんか、あ、え、このキャラクター初めて見たとか多い。花丸お化け派、え、なんかさ、サンリオ総選挙だっけ頑張ってたよね、かわいい、12日お披露目、え、楽しみ、リップ買い、なんかね、とりあえず塗った、うん、デイジーク、でもこれちょっと派手にしちゃうからね、あんまり難しい。10番ピンクのウサギメイト、ほんと？実はウサギのキャラ描きがち、え、アメちゃんのサンリオなんだこれ、え、
初めてかも。プリンちゃん本当な、プリンちゃんポンポンプリンちゃん、ピーみたいな。それなちょっと気になる。ピーちょっと色が薄いくて、あの私結構濃いのが好きなので持ってなくてゲットしてない。フィン可愛いやつが好き。違う？わかんない。でもなんかいそうではある。本当失礼、本当失礼。でもなんか似てるよな。でも違うかな、不安だね。ちょっとひろこさん初見さんだ、ありがとね初見さん。いそうとかガチ失礼、やばい。こぎみゅんかわいい、わかる。こぎみゅんは見るたんびかわいいと思ってる。サンリオショップ行ってかわいい、もう何とも言えない、あのかわいさ。サンリオもたくさん、めっちゃ多い。そうそう、キャラが増えて、めっちゃ。だからアメちゃんのももしかしたらそうかもしれないし、うん、ピアノちゃんもかわいい。わかる、かわいい、モフモフしてて。ケイチさんヤッホーヤッホー、ありがとう。こんばんは。リサのキャラ、私のキャラクター、私なんかウサギよく描く、マジで。だいたいいつもウサギよく描きます。そう、わかんないよ。うん、なんかいつの間にかね来てるから、ちょっと本当にね初めてのね多いです。そう、棒人間はあんま、あのサイン会の時ぐらいであんまねめっちゃ描くわけじゃないけど、スターバニーちゃんの役は。そうなの、なんかあんまないよね。なんかコラボをしててもすぐ売り切れちゃったりしちゃってさ、あれはたまたまブランドとのコラボで、そうそう、見つけて絶対可愛いってなった。写真またあげるね。450、え、やば、それはやばい。そんな多いの？増えた、めっちゃキャラ。絶対にポップアップ可愛すぎて、いや、わかる、可愛いよね、あれは買っちゃうよ。そんなにいるんだ、びっくりしちゃった。そんなに多いのか。マジかで、ありがとう。あ、終わった、押してくれる、ありがとうね、見に来てくれてありがとう。結構リサ、あの夜とか、今日はちょっと早いんだけど、時間夜に配信してることが多いかも。うん、コアのマーチリサ出なかった、なかなかいないんだよね。サンリオのキャラたくさんいるらしい。450、めっちゃ多い。キャミーちゃんっていうの、かわいいね名前、初めて。気になる、気になる名前多め。今日早いでしょ、そう今日早いんです、時間が。うん、コアラのマーチ5年くらい食べてない？本当に美味しいよ。あのマジ一旦冷蔵庫、一旦冷蔵庫、メインのキャラのお友達とか。確かにそうだよね、家族とかが いたりするから、キャラクターで、だから多いよね、増えてくよね。うん、ウィッシュ知ってるよ、可愛いよね。いつもこのくらいに配信してる、いつもね、9時10時11時ぐらいが多いかな。
タイニーさん、初見さんだ、嬉しい、初見さんいっぱいだ、ありがとう。いつもはちょっともうちょっと遅いかも時間でも、なんか割と頻度、配信頻度は高めかも、割と。はらちゃん初見です、嬉しい、今日いっぱい。ビーナーさん、わかるよ、止まらないよね、いつの間にかなくなってるもん、食べてたら。このこんばんは、ありがとう、イコラありがとう、戻ってきてくれて。今日一日目神様です、頑張れ、だって。さやかちゃんありがとうね、嬉しかった、本当楽しかった、また早く会おうね、絶対、本当に。やまびこやっほーやっほー、久しぶりでした。あー、あいかのピーナーさんなって嬉しい。そうだね、10時ぐらい多いかも。みかたん星いっぱいありがとう、たくさん。さ、配信開始も多いし、一回長い髪やすくなって嬉しい、嬉しい、こちらこそ、見に来てくれてありがとう、いつも。これみんな通知撮ってくれてるからあれなのかな、気づいてくれてるのかな。いつもマジで、あの、まあいつもなんだけど、突然始めたりするから、そう、多分通知オンにしてくれてるのかな。だから、ヤマさんヤッホー、通知撮ってくれてるからか、嬉しい、ありがとう、見てくれてマジで。なんかいつもね、変な話とか、なんか変な様子の話ばっかしちゃうんだけど。通知ってどうやったらあれしてるの、なんか押してるの、ハート、フォローしてたら通知来る系、ちょっとなんかいまいち。でもオンとかあるか、ハートをピンクにしてたらいけるのか、したらもう来る通知。そうっぽい、ひろこちゃん、わかったかな。右にあるハート、あ、私はないのかそっか、そりゃそっか、配信してるかな、何かほんとごめん、マジ変で。フォローしたってありがとうね、ぜひまた見に来て。結構あの更新じゃない、配信頻度高めにできるようにそうしてる。うん、フォローしてたら通知くんよか、ありがとう、いつも本当に気づいてくれて、突然の配信にもすぐね、めっちゃすぐ来てくれて。エゴさん調子めっちゃいいよ、ずっと見てるよ。対面2日間少し緊張せん話せる、なった、ありがとう、本当にたくさん嬉しい。リサもなんかいっぱいお話できるのも嬉しいし、なんか X とかのコメントも嬉しいし、なんかでもこのやっぱショールームはなんかリアルタイムじゃないですか、やっぱ今やん、だからなんかいいよね、より。エゴスされても大丈夫、エゴスされても大丈夫でいてねイコラブ写真撮影でショールームで配信、全然だよ本当に。でもショールームの存在ありがとう、知ってくれて。昨日の初回、そうストーリー、リサ配信多くて嬉しい、今は生きて、そうなの、なんか同じ時間をさ共有できてる感があるじゃん、ショールームって。だからめっちゃいい、今日も配信ありがとう、こちらこそ。対面でリサにもらったパーで今日学校と部活を頑張ってきたなんて偉いよ、お疲れ、今日も。こんばんは、ありがとう、ピンクにしてくれてんの、あと。そう、リアルタイムいいね、やっぱ。共有できたの嬉しい、それを今話してるんだよ。だからリサもこうなるべくあのあんまりあの配信をあのやらない
よりかはやれるように。結構なんか9月はなんかやっぱいろいろあの行くの順位とか、まあ、周年とかもあってバタバタしてて、うん、なんか思ったよりそんなめっちゃできたって感じじゃなかったんだけど、そう10月はね、9月よりかはできたらいいなって思うんですけど、うん、そうねえ、コメントもしてくれてるから、このちょラグ、そうだね、ちょっとラグある、うん。ご飯食べてくるね、だって行ってらっしゃい、ご飯もぐもぐ、おすすめ、え、本当に？でもなんかこう笑ってくれたりさ、なんかこう今日とかさ、やっぱ対面終わったさ次の日とかさ、その、まあ、月曜日とかさ、なんかそれだけでもさ、なんかこうちょっとあーじゃないですか、気持ちが。だから今日できてよかったよ、めっちゃ。うん、おでんいいね、おでん。ちょっと寒くなってきたからね。うん、今日スムーズやった、イエイ。スムーズがいいな、見れてよかったよ、嬉しい、よかった、見に来てくれて、今来た、ありがとう。明日も仕事頑張れる、えらい、頑張ろうね、一緒に頑張ろう。うん、しかもなんか最近あの対面のお話し会とかでもショールームを見てみたいな方もいらっしゃって、もうびっくりだよね、私の配信を見てさ、こう実際に会いに来てくれるってやばい、ほんとって思ってさ。で配信ね、いつもあのたくさん見ていっぱいあの笑ってますみたいなお話とかを聞いて、そう面白くてみたいな、で嬉しい、元気でこう、ほら私やっぱ配信をさ、ね、リサが普通にまあみんなと話したいからまあやってるのはあるんだけど、だけどなんかこうみんなこう見てさ楽しいとか思ってもらったりとかね、してもらえたらいいなって思うし、なんかそう何かのこう好きになってもらえるきっかけとか、会いに行きたいとかって思ってもらえるこうきっかけになったら嬉しいなって思って、そうだから嬉しい。そんなショールーム結構あるんだよ、ショールームきっかけでね来てくださること嬉しい、だからマジ本当にたまに変な感じになる多いけど配信で嬉しい、ライブできる嬉しい、いっぱい本当たくさん癒されてる、すごい、ショールームの効果偉大だね。え、自覚はなんかでも本当になんか素だなってめっちゃ思う、配信してる時本当にやばい、もうなんか大丈夫かなって思うくらい、そう初見さんとかさ嬉しい、そうなんだよ、情緒もね、なんか真面目になったりなんか語ったりなんか変な感じを言っちゃったりとか多い、可愛い、だって初見さんありがとう、友達がゆずちゃんの配信初見嘘、嬉しい、見に来てくれて、笑い声大好き、笑い声ね、よくねみんな言ってくれるよね、めっちゃショールームキャリー好きになってそうだし、やばい、対面もありがとう、みじんこす、もうす案件だよ、様子おかしい、てか様子おかしいって言ってほしいがね、そういえばあの多かったよ意外と様子おかしい、やばい、ほんとガチやばすぎやん、大丈夫そう、ほんとみゆちゃん優しい、
やばいよね、様子おかしい、やばい。なんか結構ね、その会ごとというかお話し会あるたんびになんか違うんですけど、結婚してとかも多かった時期もあったんですけど、今回はなんかね、あ、まあ、マジジョのセリフのリクエストとシュークリームのセリフと、あと様子おかしいはあったね。ちょっと前は大丈夫そう思った。そうだから結構本当にその時のやつ話題のが多いかも。やっぱ今はシュークリーム、サーはね、ないの、サーないの。うん、様子おかしくなっ、違うよ、それはやばい、様子がおかしいって言ってほしいみたいな。でも俺さ、ほんと様子がおかしいはあんまり言うてそんな言ってないかなって思ってるんだけど、自分的にね。でも意外と言ってるのかな。でも口癖とかって意外と自分じゃさ分からんかったりするらしいやんか。言ってんのか、言ってる、ほんと。めっちゃ言ってる、嘘やん、え、ほんと、ほんとに、本当かな。え、嘘。いや、大丈夫さはわかるよ。大丈夫さとか、さとかはあるんだけど。あー、そうそう、まるまる案件やばい。それはめっちゃ言ってる。へぇ、あ、いい加減にして言っちゃってるかもしれない。本当に。懐かしいね、なんか。イエーイ、わかんの、あ、それは言うね。あ、目づらいも言うの。いい加減にしては言っちゃう。ガチいい加減にしてとか言っちゃうんですよね、本当に。あんまそれは言わないよね。あ、まるまるちゃんでは言っちゃう。あー、待って、チャンネル解説しすぎりさ、めっちゃある、解説しすぎでした。うん、何々くない、言います、頭に残る、かわいい、やばくない、チャンネル解説しすぎなんですよ。どんだけチャンネル今まで解説してきたんかってぐらい解説してる。うん、ほんとやばい。あ、誰かも言う。界隈多い。なんか、そうだね。界隈は、なんかもう、なんでもある。なんでもあり界隈って感じ。なんでもありだよ。めっちゃチャンネルあるよ。めっちゃ持ってるチャンネル。何々くないもんよね。かわいすぎチャンネル解説？やったー、チャンネル、やったやったチャンネル解説好き？やばいよ、どんだけか。もう常に解説しちゃってる。エイクハートありがとう。チャンネルまみれ、すごくかわいい。でもほんと変なこともあるからさ、やばい、ほんとに。イエーイ、うん、気まず、いや気まず、いや言っちゃう、それは言っちゃうね。ゆうちゃんハートありがとう。うん、とっさに、あーって、え、嘘、やばいじゃんそれ、え、怖っ、とっさに、やばいやばいやばい、怖すぎる。
リサのやはたありがとう。どれくらいの頻度でショールーム、え、結構やってるかも。リサ配信ね、結構やってるよね。どれくらい、でも多い時は結構めっちゃ、うーん、お、まあ、毎日アイドルってはないからあれなんだけど、割とやる時は多いかも。写真声だってめめちゃんありがとう。多い時は週3、4やってる、ほぼ毎日そうでもりさ毎日アイドルではないんだよ。でも多い時はそうだね、毎日とか多いかも。うん、割とやってるかな。うん、でも嬉しいよ、みんなと話せるから。そう、イエーイ、あーちゃんありがとう、昨日もありがとう、楽しかった話して。エリカちゃん仕事大事、嬉しい、よかったよ。私夜遅くにねやってること多いからね、今日はちょっと早かったんだけど割といつも遅いから、うん、たまにお昼とかにもやったりする。あ、めっちゃまれかも。大好きチャンネルですか、翔子とリサとアナ多い配信、思ったよりしてて過ごせる時間だよね。全然、ぜひいつでも会いに来て。今年よる、え、もう私全然そんなの姫言葉なんてもう使わなすぎてやばいですよ。もう嬉しい、ありがとう、今日も見てくれて。まっちゃんも、よし、たば兄ちゃんかわいい、あれはアンミールさんのやつ、コラボってて。早朝やないよ、ちょっと朝ね苦手なんです、寝ちゃう。ちひろちゃんハートありがとう。うん、仕事終わった、お疲れ、えらい、お疲れ様、本当に。ジャッキーこんばんは、嬉しい、いっぱい、今日はちょっと前髪巻きすぎて短いです。本当、うん、変ですか。たまにお昼もやって、そうだね、たまにお昼もやってる、ゆっくりだったりしたらお昼とかにやったり、夜、まあ夜が多いかな。うん、疲れを吹き飛ばしてくれて、社交一緒チャンネルやったー、イエーイご飯食べてね、ありがとう、またぜひ見に来てね、ありがとうね、初見さんで来てくれて、お疲れ様、みんな偉い、毎日生きてて。10時台が多いね、え、そうかも、多いかも、確かにそんぐらいが多い。モーメント見てくれてありがとうね、幼かったでしょ、なんか、うん、配信大好き、ありがとう、マニーちゃん、トッシンさん、ヤッホー、アーナちゃん、ヤッホー、こんばんは、仕事よかった、ちよちゃんお疲れ様、マジでお姫様当たってほしいの、とサビですか、いいよ、ちょっと一回体勢、サビ、あーひーめ、やっぱいろんなの蹴飛ばして、いろんな、やばいやばい、いろんなの蹴飛ばして、お姫様にしてよ、ほら白馬の天使をやろ、ちょっと今日かすれてない声、大丈夫そう、ちょっとさっきなんか急に寝ちゃったからかもしれないかすれちゃってる、これなんだっけ、渋谷を駆け巡ろうよ、毒リンゴかじって眠りにつ、ねえ大丈夫、私かすれてない、ガラスの靴は
片方だけ階段に残してあげる。え、大変。いや、なんかね、なんかさっき寝てたんですよ、気づいたら。だからちょっとあのっていうのもあるかもしれない。でもあのなんかミンティアのなんかボイスなんかみたいなやつ舐めました。それを舐めたのでいい感じです。ちゆちゃんありがとう。うん、散らかってますよ、私は常にね。たーくありがとう。え、効果ちょっとね、やっぱむずい。あのね、やっぱ龍角散かな、効果は。うん、それはある。でも足とかはつかまつかれてないよ、リサ意外と。そうそう、満足中。やばい、14枚回ってるの。大事にすぎる。龍角散やっぱいいんだ、あれ美味しい。龍角散は美味しい、うん、美味しい。いや、え、むずい。なんかね、結構匂いが強いんですよ。なんか絶対わかるというか、なんか龍角散を舐めてたりとかしたら絶対わかるって感じ。なんか龍角散なんかね、あれなんだろう、あれなんていうの、あれなんか苦手な方は苦手だって感じだよね。結構なんか癖あるよ、だいぶ。うん、なんかなんだろう、キャンディーなんかちょっと違うからね、ちょっとそう。だからあんまその好き嫌いとか普通かも。うん、でもこういうので売ってたりするからさ、このちょっとスティックっぽいやつだからめっちゃいい。今日何時まで出る。え、もう、どうしようかな、キリがいいぐらい。そう、そうだね、発火的な、発火っぽいな。でも私さ、龍角散あのイコラブに入ってから出会ったんですよ、とっても。え、なんかね、さっきね寝てたんですよね。だからね、ちょっとあのかすれてるかも、声若干。あ、言うてそうそう。で、なんか龍角さんと出会ったのはイコラブに入ってから。え、そうそう、出会わなくて、あのこの間あのそれこそあのマネージャーさんとかとお話してて、龍角さんあのありますかって言ってもらって、その龍角さんの話になって、さ、イコラブに入る前とか出会わなくて、あのイコラブに入ってから龍角さんと出会ってみたいな。そしたら、え、みたいな、普通に結構そのなんかビッグスドロップみたいな感じ系で、なんか結構その喉なそのやばいなってなったら龍角散を舐めてたらしくって。でも俺さ、本当に出会ったことなくて。ゆうきくんもありがとう、 I love you。 え、存在も知らなかったりさ、そう、知らなくて、本当にコラボに入って、え、なんかね、初めてめっちゃ出会ったんですよ。で、あ、龍角散ってこんなんなんやみたいな、知ってみたいな。けんさん、たくみ、こんばんは、ありがとう、来てくれて。仕事終わった後お疲れ、配信をされる。うん、だから龍角さんとの出会いはイコラブに入ってから出会いまして、 それまでよりさ、のど飴だったらあのビッグスドロップとか
あのなんだっけ、それこそ蜂蜜金柑のダメとかを舐めてたんですよ。だから龍角散知らなかった。うん、みんな知ってた龍角散。龍角散大学、え、そうかな。龍角散大学とは、あ、桃味はね、飲んだことある。コロナで初めて。マジ？やっぱあんまないよね、出会うの。え、ミルクのやつがあるの？気になる。あんまね、知らんよね。ビックスドロップ知らない。あのなんかさ、逆三角形みたいなさ、飴逆三角形みたいな形の飴です。やばい、例えやばい。形ね。はやて、くもありがとう。金とかあるんだ。あ、待って、キシリクエストは懐かしい。え、そうそう、こういう形じゃん、逆三角形の。そう、あれ結構、え、あれは本当にあのちょっと例えばなんか、あ、やばい、これは風邪ひいてしまうかもしれませんみたいな、ちょっと喉がなんかワンちゃん、あのこれは結構さ、その喉から来るじゃん。でさ、大体喉痛くなったらその後大体熱とかになるわけだから、やばいよやばいよってなってから、そのビックスを舐めたら意外にもうあの効果を感じたことがあって、ビックスを、ね、舐めてたりしてた。そう、普通に美味しいよね。美味しいのやめた。でも普通に美味しい。しかもめっちゃ種類多くない？なんかいろんな種類ある。味もめっちゃ増えてる。毎日ハートいっぱいありがとう。美味しいよ普通に。え、ねえ、抹茶ない？なんかフルーティー系はある。なんかなんだっけな、普通にオレンジとかそういうのはあるんだけど、抹茶あるの？美味しそう。でもこれから冬になったらさ、もう無理なんですよね、風邪ひっちゃう。やだやだやだ。ほら、ってさっぱりしてきましたって。おかえり。粉薬とか平気。そう、いける。気合い、薬はね結構気合い全部。うん、ね、喉はさ、みんなもさ、声コールとかしてさ、めっちゃ声出してくれるから、もうみんなも枯れちゃうよね声って、ライブ終わっていつも思ってる。だからもうみんなも龍角散たちあるといいかもしれない。注射も気合だよ。いや、注射はもう気合というか無理、本当に無理なんです。痛い、痛すぎなの。風呂待機会は今待ってるの？偉いよ、ちゃんと。後期旗ありがとう。みんなもぜひ舐めてみてね。何？採血楽しい？えー、やばい、それはちょっと怖いよ。楽しいの？なんで？どうして？コールで声返したらどうする？やばいやん、やばいやん、それは。リータありがとう、言ってくれて。おかえり、ご飯食べてきたの？今度予防接種つ、おかしいやろ、なんで、楽しみ、なんで、どうして、どうして、どうして、ディスクになっちゃうよ。なんで、どうして、なんで、どうして、本当に。え、もうやばい。え、なんかでもいますよね、たまに見ちゃうよみたいな。私なんてもう絶対見ないんだから、何があったって絶対見ない。え、なんで、え、どういうこと？そう、見てさ、何は生きてるなって思うの？ワクワクしないよ、早くもやってって。
うん、違うわ。でも早くやってって思ってるんだけど、私が嫌がるからだ、いつも。ねえ、見たらやばそうだよね。ねえ、絶対無理、倒れそうじゃない？普通に抜かれてるなってなの、生きてもう声になってない。やだ、絶対に嫌、やだ、はあ、生きてるって思うの？無理なんだけど、無理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 。瞬間も見てんの？おかしいよ、おかしい、カスカスしない。先端恐怖症とかではないんだけど、無理なんだよね、普通に。目にしても、いやいや、絶対見ない方がいい。真顔で見てる、見届けないといつ来るか。え、でもさ、でもさ、でもさ、あのさ、あれされるじゃん、消毒みたいなのあるじゃん。え、あれが第一段階だと思ってるから、あれが来たら来るんよ絶対。だからそうそうね、やだやだよ、やだ、絶対無理なんだけど。え、どれも見るってこと？もう注射全部。やだー、ねえ、倒れそうじゃない？私一回今年の序盤あたりに7本ぐらいなんか採血されたんですけど、まあ、見てないんですけど、7本とかずっと見てたら絶対無理倒れそうじゃない普通に。え、やばいよね。え、6本だったかもしれない、7本じゃないかも、6、7本、どっちかちょっと忘れちゃったんだけど。え、ガチ痛い、あ、痛いっていうか、なんか痛いんだけど、なんかめっちゃ多すぎて、そんな取るって。え、4本最高。え、マジ超えたよ、マジ6本。え、なんか6、一気に1、その時になんか、なんか本当に、刺し直され、刺し、なんかその一回行って、一回抜いて、なんかがガチ無理。アンナが一緒に来てくれたんだけど、アンナにこうずっとこうして、ひがいじゃん、なんでじゃあやばいんだけど、ほんと無理で。よく頑張りましたって、もう言う、もう私なんてもっと言ってほしいよ、ほんと頑張った、ガチってなって。大泣き案件だった、普通に考えて。でもちょっとそのなんかおじいちゃんおばあちゃんぐらいの方々がいっぱいいらっしゃったの、だからなんかその全然なんかそのなんていうの、あんまね、なんかそう、ほんとに逆になんか大丈夫だよみたいな感じだったから、あれだったんだけど、ちょっとなんかやばすぎて、となんか取られすぎて終わった普通に。しかもなんか朝から何も食べれんくて、その日は食べちゃいけませんみたいな感じやったから、もう普通に終わりやん、そんなん絶対冷めるやん、普通にだったら倒れそうじゃない。でもね、倒れなかったんですけど、まあ天田エリサ倒れたことなくて、人生。そう、結構だから、なんかその朝その食べちゃいけませんって言われて、もう言う通りに食べなかったけど、でもそのなんかそう、ちょっとさすがに、え、なんかゆっくり歩いて、なんか大丈夫だけど、うん、そうゆっくり歩いたけど、でもそのそう座ったけど、でもその一時マジ感覚ないよね、普通になんか血がなくなっちゃったからなくなっちゃったから、なんか
見ようかな。無理。ラーメン4杯食べた日やばいじゃん。すごい、4杯も食べたの。木村くんもありがとうね。 I love you。 ありがとう。え、そうそう、変な感覚になるよね、あれ。何マジ、あのなんか腕の様子おかしかった。やだったー。なんでやるん、や、なんかなんでとか思っちゃうよね、普通に。しょうがないんだけど、しょうがないけどさ、普通に。モメントコメントしてくれたの、しーく、この後絶対見るね。え、消えないよね、まだ。絶対見る、この後。いい加減にしてって。そう、だから注射も大嫌いなんですよ。毎年さ、インフルエンザとかあるんですけど、まあきっと今年もね。え、去年は、まあ、結構いつもメンバーみんないてやるんだけど、去年はなんかバラバラだったんですよ。バラバラでみんなやったから、で私の時間の時はまたあんこちゃんがいて、二人だったんその時は。で、まあ、あんこちゃんからやってもらって、終わってからリサで、そうだ、思い出した。なんかその時サナツンが先に終わっててすれ違ったんですよね。でそしたら、どうだったとか言うじゃん、痛かったとか、同じ方に打ってもらうからさ、痛かったとか言うじゃん。毎年結構痛いんですよ。そしたらなんか痛かったとか言うんですね、それが。でも脅されまして、痛かったとか言われたから、じゃあ痛いじゃんってなって、じゃあってそのあんこちゃんと一緒に、そう、まあ痛いよね普通にって感じ。でもその時ももうやばかった。でもよかったと思って、あんこちゃんが言ってくれて。あ、一人だとほんと無理かも。モーメントのコメント見てください。はい、見ます。少しわかる、それ言わないでほしいよね。分かってるもん、だって痛いに決まってるじゃんねって思いました。やだ、大嫌い。ちょっとやっぱお尻が凝ってきた。そろそろ終えようか。何、うん、それ本当のこと私もやめてほしい。でも聞いちゃうじゃん、一応さ、どうだったって。ガン見しちゃう、やだ、しないよ、絶対見ない。モメントありがとう。ちょっとこの後見るね、マジで。じゃないとさ、消えちゃうかもしれないからさ、早く見るわ。見たんだけどね、また更新。あ、リサがでもお昼にあげたやつまずあの時見れなかったから、今見ないとね。この後見るね、すぐ。え、今日待って、間に合うかな、なんか更新できたら更新するね。 SNSそうなんだよ、コメントも消えちゃうんですよ。そうだから、もし、まあ、ちょっと今からだったら間に合うかな、ちょっと頑張る。なんかあげれたらあげます、何か。うん、インスタか X か、まあ、モーメントか、いろいろあげます。スカイズが見て楽しかったで嬉しい、配信楽しかった、ありがとうね、ほんと見てくれて。今日は楽しかったよ、久々にゆっくり雑談系もして。シュークリームなくしたゲットできたって嬉しい、ありがとう。シュークリームなくしためっちゃさ、みんなそう、すごい嬉しい、喜んでもらえてよかった。
ぜひいろんなお出かけ連れて行ってね。よろしく。ありがとう。たくさん見てくれて。ちょっと SNS 上げれたらあげるね。みんなも元気でいてね。うん。月曜日からありがとう、本当に。じゃあ先にランキングを読むよ。ストレッチシーン嬉しい、好評だった。またやれたらいいなって感じで。じゃあランキング読みます。 B13 位、りょう。12位、 MKT。 11位、たーくん。10位、え、これなんて読むんだろう。ジングさん、え、不安です。合ってますか。9位、みうちょ。8位、ズッキー。7位、たか。6位、こうへい。5位、みかたん。4位、木村。3位、ゆうき。2位、かなた。1位、はやてでした。ありがとうございました。今日はいっぱいお話できて嬉しかったです。初見さんとかもいっぱい見てくれて、たくさん昨日と余韻で今日も頑張れたよっていっぱいコメントもしてくれたり、ありがとうございました。また早く会えるようにりさも頑張りたいと思います。またちょっと SNS あげれたらあげるね。モメントコメント見るね、絶対この後。うん、ということで明日も頑張ろうね。一緒に。寒くなったり急にしたり暑くなったりしちゃうから、みんなも元気でいてね。ということで月曜日お疲れ様、本当にみんな。またね、バイバイ、元気でいてね。またね、見るね、コメントも。バイバーイ。